はい。実況させていただいております。シロックマンです。よろしくお願いします。今日はね、こちらね、レトロフリークを使ってゲームをやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。この辺か。あったあった。これですね。はい。ジャレンコ知恵の、爆弾娘の幸せ探し。ね、こちら前回ね、やったんですよね。これその続きですね、これね。はい。前回ちょっとね、タブレットの電池が切れてしまいましたんで、スマホで撮影したんでね、ちょっとね、撮影の仕方がものすごくね、見づらいね、感じになっちゃってね、申し訳なかったんですけどね、今日はね、いつも通りのね、感じで撮影させていただきますんでね。はい。これでもね、もういきなりね、これ最初の方ですけど、もう引っかかってるんですよね、もうね。全然進まないんですよ。ヒーヒーゼーゼーね。発砲は出しても何もならない。これなんやろ、ゼーゼーって言わないしな。使い方分かれへん。どうしたんや、ゼーゼー。何も言わないんですよね。こんなん取られへん。進まないんですよ、こっから。進まないな。煮る持ち物、葉っぱって言ったらどうなんの？あ、そういうことか。ちょっと照れるけど、うちの名前や。おでん、喉乾いてるんかな。喉乾いてるんかな、やから、これでいいのか。これで店の中入って、んで、話す、ヒラメちゃんがいるんですよね。サイダー飲まへんの。ちえちゃん、忙しそうやし、うち帰るわ。サイダーうち飲んでへんし、ちえちゃん飲んで、あ、これでいいんやね。これでやっと進みましたね。で、取る。サイダー。これおじいはんにあげよう。で、これで外出ると。やっと進みましたね。んで、ここで、渡す。サイダー。サイダー飲み、ぜいぜい大きに。やっと喋ったな。まともに。あ、飲んでる。飲んでるところがちゃんと絵になってますね。で、話す。どうしたんや。グビグビ。これでいいんちゃうのかな。叩く。おじいはん。うちはそんな乱暴な少女やない。これで多分他に移動できんちゃうのかな。年寄りを無視してはいけません。あ、まだか。これね、移動をね、どれやってもね、年寄りを無視してはいけませんって出るんですよ。あ、店の中、ちょっと待って、まだやって。これ、おじいさん、おばあさんの家で行けないのかな。連れて行こう思ってんけどな、このじいさん。無理か。いつまでも飲んでてどうするんや。知恵やめて。あ、これでいいのか。じゃ、話すか。とにかく一緒に来て。あ、これで進んだ。どうしたんやろ、こんなとこ連れてきて。ちょっと待てよ。もうちょっとこっちやな。はい。しっかりしや。知恵、どうしよう。何がどうしようなんや。こそばす。知恵やめて。煮る。おじいはん。あちゃ、何おろおろしてるんや。店の中。あ、いるやん、誰か。どうしたんや。これおばあさんやな。
和体ホルモンの缶一気に持ち上げようとしたら、このざま出す、ぎっしり腰、ぎっくり腰か、ぎっくり腰みたいですわ。それよりおじいはん連れてきて、おじいはんに やらせるってことか。オッケーオッケー。で話す、わあ、しっかりしや、知恵助けて、話すおじいはん、しっかりしや、知恵どうしよう、同じことしか言ってないな。叩くでいいのか、あ、こそろすかな、おじいさんはね。知恵やめて、あ、まだ止まらんか、叩くか。知恵ちゃんはおじいはんの背中を思いっきり叩きました。で、治りましたね。で、話す。しっかりしや。はい、わしがおばあさん見てるから。おばあさん見てるから。知恵はよ、お医者さん連れて行って。ああ、そういうことか。そうやけど、うち、お医者さんなんか知らんしな。誰かに相談しよう。これこのおじいさんとおばあさんって、僕ね、このね、物語のね、内容をあまり詳しく知らないんですけどね。あれなんですかね、知恵のおじいちゃんとおばあちゃんなんですかね。どうなんでしょうね。知り合いのおじいちゃんとおばあちゃんなんですかね。どういうことなんでしょうね。このね、知恵のさ、あの、鉄の、知恵のお父さんが鉄じゃないですか。その鉄の、まあ、お父さんとお母さんなんですかね。どうなんでしょうね。そこは僕ちょっと知らないんですよ、ここまでね。まあまあ、まあいいとしましてね。進めていきますか。移動、病院とか行ったな。病院行けないな。え？他のとこに行ってから病院行くんかな。小学校行ける？西荻小学校。みんな下校して誰もおらんのかな。中入れないのか。俺でもな、誰もいないんやったらあれなんかな。他のとこ行った方がいいか。ポリボックス。あ、警察がいる。あ、みつるおっちゃんや。みつるのおっちゃんや。警察の人やね。話す。お医者さん知らん。あ、なるほどね。お医者さん言うてもな、それだけか、これ。うちのおばあさん、ぎっきり腰になってもうた。大変やな。一言やな、こいつ。叩くってやってみようか。みつる。うちは、鉄と違う。あ、まあ、そうやね。まあ、そうやけど、確かに。話す、渡す。渡すもんじゃないもんな。取る、見る。見る。制服が立派やな。鉄とえらい違いや。電線、電線？スズメが止まっとるわ。自転車。うちも早う乗れるようになりたいな。乗れないんや。そうなんや。これはもういいのかな。他のとこ行ってみようか。おばあさんの家ってさっきのホルモン屋か？あ、そうやな。ここはもう、あれやから、ヒラメの家行ってみようか。ヒラメちゃんのおばちゃんや。お母さんね。おばちゃん、ヒラメちゃんは？こっち帰ってきて、塩せんべい食べてるわ。バリバリバリ聞こえます。そうか。おばあちゃん、おばちゃん、お医者さん知らん？最近、針の先生が引っ越してきたらしいよ。なるほど。こんなとこ開けてたら危ないな。ヒラメの家。ヒラメちゃんいてるかな？ヒラメちゃんにそっくりやな。これでいいのかな、もう。どうやったね、これ小学校。もう一回小学校行ってみようか。誰かいるかもしれんな。み
んな下校して誰もおらんのかな。これ、ぬるってやってみようか。肛門。ちゃ、恥ずかしい。どういうことやねん、俺。恥ずかしないやろ。うちの通ってる日本一の小学校や。日本一の小学校でどんなんやねん。私使う、取るもんなんてないよな。そんなん取られへん、そりゃそうやな。キャー恥ずかしい。取るでキャー恥ずかしいな。ああ、そうなんや。恥ずかしいんか、この学校。話す。誰もおらへんで。ここは用なさそうやな。ヒラメの家、ポリボックス。ポリボックスってあれか。交番のことやったんや。ポリボックスって言うんや。大阪の言い方かな、これ。ポリボックスってあんまり言わないよね。交番ならよく言うけど。まあ、ポリって言うからね。警官のことポリって言うから、まあ、あれ確かにわからんでもないけどね。一瞬何のことかわからんかった。おばあちゃんの家戻ってみるか。うわ、なんか不気味な悲鳴が聞こえるわ。あ、状況変わってるやん。おばあちゃん大丈夫やろか。これ中入れるんかな、これ。あ、外に出るってなるんか。見る。いつ見ても汚い店やな。そうなんや。いつ見ても汚い店やな。コンロ。同じことしか言わんな。近く話す。誰もおらへんで。そんなん取られへん。これはちょっと、あれやな、用なさそうやな。自分の家行くか。はい、移動、中入ると。まあね、さっきのホルモン屋さんとここと、大して、ね、店のね、感じは変わらないけどね。あんま変わらんと思うけどな。汚い店や言うてたけど、系は。あんまここも変わらんやん。中に入る。誰かいるかな。誰もいないか。じゃあいいや。使い方が分かれへん。渡す葉っぱ。こんなん、これなんやろ。なんや、答えてくれへんやんか。確かにね。叩くってやってみようか。マンホール？トントン。ヒラメの家。トントン。おばちゃん。うちはそんな乱暴な少女やない。最近針の先生が引っ越してきたらしいよ。さっき帰ってきて同じこと言ってんな、これな。全然あれやな、進まんのう。じゃあもうポリボックスもう一回行こう。叩くってやってみるか。警官叩いたらどうなるの、これ。あ、そうか、さっき言ってたな、これ。電線届くわけないやろ。確かに突っ込まれたわ、ほんまに。自転車、トントン。見る。取る。自転車。うちは鉄と違う。ああ、そういうことか。盗まへんいうことか。
届くわけないやろ。うん、そうやろな。葉っぱ渡してみたらどうなんの。これなんやろ。なんや、答えてくれへんのやんか。使い方が分かれへん。あかんな、進まんの、ここも。誰もおらへんで。全然進まへんな。ちょっとここでね、ちょっと一旦ね、ちょっと申し訳ないですけど、一旦ここでセーブしておいて、リセットしましょう。はい。で、パスワードね。これね、パスワード短いんですよ、このゲームね。うん。稲津浦浮き区。あ、これあれか、こういうやつか。こういう。あ、行き過ぎた。いろんなね、ショーをやってみようかなと思いますんでね。おお、そしてそれから、これ第2章ですね、第2章の。あ、1の2か、これ。1の2ですね。さっきの、だから、ちょっと後ぐらいの部分かな。実はあれから家に帰ってけえへんし。お母さんは鉄が帰ってけえへんのは、自分が帰ってきたから言うて、また家でしようとしてるし、うちほんまもうたまらんわ。そや、こんなところでブツブツ言うても、しょうがないわ。おばあさんの具合見に行こう。ああ、やっぱそのさっきの続きみたいになってるな。1の2って書いてるからね、このパスワード。おばあはん元気になったかな。鉄最近見かけへんかった。おばあはん元気になった。ちょっと中覗いてみ。ほんまにめちゃくちゃ元気そうやな。元気になれすぎてわしは恐ろしい。何やそれ。さっきの鉄の質問どこ行ったんやろ、これ。まあいいか。移動してみよう、中に。中国の針ってそんなに効くんかな。あ、針に行ったんや、中国人のね。あ、テレビがある。あ、ここにいた。なんかやってる。おばあはんもう大丈夫なん？それはもう中国針のおかげですわ。うちも針言ってもらおうかな。子供にはちょっと刺激が強すぎますわ。なんで敬語やねん。まあいいや。まあ子供やもんね、知恵は、ね。まあ、小学生やからね。小学生が針打ってもしょうがないわな。うん、周り見る。元気になった、おばあちゃん元気になってるっていうのは確認すればそれでいいってことやろうね、これね。同じことしか言わんからな。で、そっち出てればいいよね。ほんまにめちゃくちゃ元気そうやな。はいはいはい。元気そうやなっていうのはおばあさんのことを言ってるんやろね、多分ね。うん、このおじいさんのことじゃなくてね。じゃあ他のとこ行ってみるか。あ、鉄がおる。
これね、あの知恵のお父さんですね、これね。なんかちょっとチンピラ役だっぽいねイメージなんですよね。いきなり叩いてやるか一回。うちはそんな乱暴な少女じゃない。まあそりゃそうやけどさ、まあ、話す。別にこんなところで何してるんや。もう家に帰ってけえへんのか。どうでもええけど、クソババまだ生きとるんか。口悪いな、相変わらずな。どうでもええけど、クソババまだ生きとるんか。同じことしか言わへんのか、これ。同じことしか言わへんな、これ。叩くってやってみるか。こうなるか、やっぱり。煮る。鉄。お母さんが家出するまでに連れて帰らな。これしか選択肢ないからな。これいらんから返すわ。アホ、まず大福返さんかい。これいらんから返すわ。ああ、カビが生えてもうてるやないか。これ、また違うんやな。カバンの連結。お母さんが家出するまで連れて帰らな。これでいいんちゃうのかな。移動してみるか、他のとこ。あ、中に入るしかないのか。それ叩く、離す。使うってやってもな、鉄のためにもうちょっと置いとこう。ちょっとかけてみよう。やっぱり外そう。まあね、確かに意味ないよな。中も一回入ってみようか。お前、あ、同じことしか言わへんな、これ。まあ、一旦ここでじゃあちょっとねセーブして、ちょっと迷宮入りになったら次の章やるっていう感じにしますね。一応全部の章やってみたいんでね。はい、次2の1ですね。この絵なんかいいですよね。いい絵ですね。まあ僕はロリコンなんでね、こういう絵を見るといいなと思っちゃうんですよね。まあ、小学生だからな、これな。僕、小学生も好きですからね、正直なところね。小学生の女の子も好きなんで、僕はね。テルーサーマー。次の章ね、第2章ですね、これ。あ、そうか、これはもう、あの、猫の章ね、虎徹の章なんよね、これね。ちえちゃんの代わりに虎徹が、あ、読めなかった。掃除してるな。この猫たちって確か喋れるんよね、この漫画の猫たちって確か。喋れるんじゃなかったっけ。それでは、第2章の始まりです。わし、ちえちゃんのこっちで探しに行くんや。やっぱりね、喋れるんよね。うわ、懐かしい、この曲。たまには居候も役に立たなあかんのや。居候っていうか、ペットやんけ、猫は。ね、僕、猫も好きなんでね。無類の猫好きなんで、僕はね。どつく。ちえ、猫が人間どついても何も反応しないやろうけど。そんなことしたら、わし保健所行きや。ああ、ぽっちりがなくなったんや。もうおしまいや。にゃおにゃお。ぽっちりがなくなったんや。もうおしまいや。ぽっちりって何？ぽっちりって何やろ？いる。地面。別に、いつもと変わりないな。
大丈夫かな、千恵ちゃん心配やな。ぽっちりなくなったんやって。なんやらぽっちりってな。移動できるかな。外に出るなんのか。定休日なんや。顔が痒いから雨降るんと違うか。ここからどっか行ける。ああなるほど、行けるね。いろんなとこ行けるのは行けるんや。登るってやってみるか。猫やからね。あ、なんかいる。こいつはいつも暇そうやな。お前ここで何してるんや。ぽっちりこの辺で見んかったか。ぽっちりって猫の名前かな。そうかもしれんな。俺そんなん知らんで。何ってお前、俺遊びに来たんやないか。あ、そうか。猫まで大阪弁やからね。そうやな。どつくってやってみるか。看板、空なんかどつかれへんやんけ、俺。あかん、ほどほどにしとこう。そら無理やろ。どつく、看板。あかん、ほどほどにしとこう。どつく、ジュニア。これでどうじゃ。お前いきなり何するんじゃ。ジュニアって名前なんや、これ。千原ジュニアじゃあるまいしな。まあ、この当時千原ジュニアなんてね、芸能界にまだいない時ですからね、これね。これはもう、あんまり意味ないかもしれないな。まあ、いろんなとこ行ってみるかな。お好み焼き屋。まあね、大阪といえばお好み焼き屋ですからね。なんや、ジュニアの親父また留守やんけ。あ、そうか。さっきの猫の家がここなんやね。これ入られへんのかな、定休日。あ、いいか、入れないよな。これ登ったらどうなるんや。あ、こういう感じか。あ、また別の猫がいる。こいつぼーっとしてて頼りないんや。なんかすげえ太ってるな。話す。お前今なんか隠したな。このマッチに気をつけて遊んでたんです。敬語なんや。これメスかな、これ。あら。ごめんなさーい。あ、なんか言ってた。取る。これ何、マッチこれ。わし落ちてたもん、拾っただけや。なるほど。降りる。何や、ジュニアの用事また留守やんけ。ヒラメの家行ってみようか。顔が痒いから雨降るんと違うか。あ、誰かいるな。これヒラメのあれか、弟かなんかかな。話す。にゃおにゃお。気ぃつけな、マンホールにはまるよ。これ登れる？登れないんか、ここは。マルタって名前なんや。そんなことしたら私は保健所行きや。どうしたんや。てか猫に殴られたところで痛くも痒くもないから、そんな保健所行きもクソもないけどな。移動。じゃあマサルの家。もうなんかいっぱい人いるな。ちえちゃん今マサルに会うたら終わりやろな。そうなんや、なんか知らんけど。話す。マサル。にゃおにゃお。この船はな、外国製やぞ。指紋つけるなよ。たかし。それすごいの、マサル。あ、おもちゃか、これ。船のおもちゃやね。どつく。お前保健所に電話するぞ。
情なさそうやな。ヒラメの家、チエの家。これ家の中入れないのか。入られないのか。入れないよね。まあここはちょっとこんなとこですね。はい、セーブして、でリセットね。はい、まあ気が済んだらちょっと次のショーをやるって感じにね、させていただきますね。いやー、パスワードは簡単でいいね。これは第2章の 2-2 ですね。ちえちゃんも元気になったし、久しぶりにジュニアと遊びたいな。また猫の、まだ猫のショーなんやね。とか入ってみるかな。さっきのああいうかちょっと後ぐらいの話になってるよね。中に入る、登るお好み焼き屋、おばあさんの家。登ってみるか。さっきの猫、これジュニアやね。こいつノイローゼにかかっとるやんけ。猫ノイローゼになるとかなるんや。オケラには脳みそあるかな。ん？オケラには脳みそあるかな。船はどうやろ。俺の脳みそどこ行ったんやろ。探さなあかんねそれ。なんかわけわからんこと言うとるな。野球しようか、けん玉もええな。一人にしてくれよ。どうせ俺は低能な猫や。どつくってやった今か。あ、間違えた。どついたら死ぬんちゃうか。中に入る。うお、何やこれ。親父えらい荒れとるな。誰やこれ。鉄じゃないからな。にゃおにゃお。ジュニアをノイローゼにしたやつはどこじゃ。あ、ジュニアのあれか。ジュニアんとこの親父なんやのか。飲んでるんやね。外しか、中入れないのか、俺。外しか行けないのか。これは、でも、他に、もう外出ようか。お好み焼き屋。もう、なんかいるぞ、これ。おばちゃんがいる。これ、ジュニアの家やね、確かね。おばはんが前に行ってて、入られへんがな。猫やったら入れるやろ、横から横でさーって行けば。話す。にゃおにゃお。なんなの、気持ち悪い。あっち行きなさい。猫に気持ち悪い言うか、かわいいやんけ、俺、猫は。なあ。猫を気持ち悪いとは言わへんよな。まあ、猫は嫌いな人やったら気持ち悪い言うかもしれんけど、猫はかわいいもんやんか。なあ。話す。なんなの、気持ち悪い。あっち行きなさい。まあ、猫は嫌いな人にとっては気持ち悪いもんか。多分ね。そういう人もいるからな。どっちとってやってみるか。わしは保健所行きや。なんなの、気持ち悪い。あっち行きなさい。入れないからな。しょうがないな、これな。おばあさんの家、おばあさんの家行こう。またややこしいやつが出てきたな。あ、また別の猫がいる。猫の友達いっぱいいるな、こてつは。お前ここで何しとるんや。おい、見てわからんのか。えずいてるんやって。
入れてるんや。おえ、おえって。ああ、そういうことね。おえ、おえ言うてるな。うん。お前、体悪いんか。おえ、おえ。なるほどね。ゲロ吐き？ゲロ吐きって何や。なんか臭そうなやつやな。どこのもんや。あ、知らん猫なんやね。なんかこれなんやろ、これ。これね。なんか猫が寝てるように見える感じもするけど。どっち作ってやってるのか。ゲロ吐き。手が汚れそうや。おえ、おえ。看板石。石？あれ石なんか。あかん、ほどほどにしとこう。まあ、ここはいいや、とりあえず。お好み焼きは知恵の家。これ、こうはもう、これで一旦ちょっとね、ここでセーブして、ちょっとこれね、リセットしましょう。次の層行きましょう。はい、次、2の3ですね。これ、このパスワードめっちゃ打ちやすいな。さっきのまだ猫の話だと思うんですけどね。今日は氷炭池の船の塩漬け見に行ってみよう。わしは恥活してるんやで。何やそれ。にゃおにゃお。気ぃつけや、人間ほどある大きな猫がうろうろしてるそうやから。なんやそれ。俺パトロール行くわ。気ぃつけや、人間ほどのでかい猫がおるってことかい。あ、また新しい猫がいる。白い猫。今日はええ天気やな。ジュニアがいなくなってるな。違う猫になってるやん。お前ここで何しとるんや。誰に向かって言うとるんや、舐めんなよって。ちょっとあれなんかな、ヤンキーっぽい猫なんかな。ヤンキーっていうかヤクザっぽい猫か。お前えげつない顔やな。このほっぺの傷は土佐犬とやった時のや。あー、なるほどね。犬と喧嘩したんやね。柄悪い猫なんやろね、これね。どつく。ほういちって名前なんや。それでどうじゃ。お前いきなり何するんじゃ。はいはい。見る。移動するがないな。移動できなくなって思ってるな。なかなか年季が入っとるな。見せる、渡す。私何も持ってないんや。このデコの傷は、最後にこの耳は動物園のヒグマとやった時のや、どうやビビったか。あいつと移動できるようになったな。花井氷炭池。お、なんかいる。また猫がいるやん。わしは池で砂を釣って塩漬けにしてるんや。お前ここに何してるんや。俺はボクサーや挑戦者を探してるんや。あ、人間かあれ。あ、でも人間じゃないな。どう見ても猫やな。お前、これお前の車か。そんなわけないやろ。お前なんちゅう恐ろしいこと言うねん。そらそうやん。だって猫が車乗れるわけないやんな。まあ、猫が乗れる車言うたらミニカーぐらいやな。ミニカーとかミニ四駆とかね。
ドツク。パンチョスって名前か。ちょっと強そうやからやめとこう。なんじゃい文句あんのか。ここはそれから離れるか。花井の家行ってみようか。花井。わし、ひらがなとカタカナ読めるんやで。あの、猫にしては優秀やね。誰もおらんみたいや。どっちくとるみる。たこ焼きがおってるやんけ。お、そういうことか。もったいないからもろとこ。もろとこか。鉄の落書きやな。あ、そうなんや。花井のアホって書いてある。渡す。お好み焼きや知恵の家、氷炭みたい。ああ、またね、ヤンキー猫みたいなのがいる。こいつ、旅猫やな。お前、ここに何してるんや。俺は武道の修行をしてるんだ。いるんだ。武道ってあれか、武術のことやね。なんか言いたそうやな。武道に優れた方と見かけた お手合わせ願う。ああ、そういうことね。話す。これでどっちこってやれば。ジローマルか、名前。ちょっと強そうやからやめとこう。何をブツブツ言ってるんだ。こいつはあれやね、旅猫やから大阪弁じゃないね。俺は武道の修行。同じこと言ってるな。武道の方と、お手合わせ願う言われちゃってもな。これ以上進まんねんけど。見せるたこ焼きだよ、どうなの。これ見てなんか言うてみ。あかん。悲しいな。これお前にやる。何や、いらんのか。ここはもうあれやな。もういいかもしれんな。ここ登ってみるか、じゃあ。こいつはいつも暇そうやな。さっきいたやついたやついたやな、これな。どうしたんや。氷炭池で粉は釣れへんし腹減ってるんや。あ、こいつにたこ焼きやりゃいいな。野球しようか、けん玉もええな。じゃあ渡すやな、これ。これお前にやる。もったいないからもろとこ。お前に役立たずの、お前に役立たずの釣り竿をやるわ。釣り竿をくれたんや。ということは、さっきのあそこ行けばいいのか、氷炭池に。こいつ、旅猫やな。移動。釣り竿を持ったってことは戦えんちゃうの、こいつと。ちょっと話やってみようか。あかんな。これはもう、あれやな。ないけどいいや。わしは池で綱を釣ってる。はいはい。やかなく。俺はボクサーや挑戦者探してるんや。あかんな。進まんな。同じこと言うてんな。見せるか。これか。これ見てなんか言うてみ。お前。おちょく取ったらカウンター入れるぞ。おちょくってわけじゃないんやけどね。渡すってやったらどうなんだろう。これお前にやる。お前おちょく取ったらカウンター入れるぞ。変わらんね。じゃあさっきの武道の達人の猫のとこにこれ見せたいのかな。これ見てなんか言うてみ。あかん、話にならん。そうか。
これまたちょっと迷宮入りになってきたから次の章やりましょう。はい、3の1ですね。これで第3章なんで多分主人公変わるんじゃないですか。あ、鉄の話やね。まあこれが最終章ですもんね、鉄の話はね。おお、何や。あ、なんか妄想してたんか、夢見てたんやね。それでは第3章の始まりです。あー、この曲も懐かしい。金や、金がわしを呼んでるんや。何か恐ろしい鳴き声がします。話す。金や、金くれ。何言うてるねん、うち知らん。地へ吹き、狐ゆかんせえへんか。何言うてるねん、うち知らん。同じことしか言わへんな。そっち。そんな恐ろしいことできるかい。何ブツブツ言うてるねん。さすがにね、自分の娘どつけないよな。いくら鉄でもね。かぶする。もしかしてトランプがいるのと、トランプがいるのと違うか。ん？ああ、そういうことか。トランプがいるってことか。トランプないからね。トランプがいるのと違うかって、トランプ大統領がいるんちゃうかって一瞬ね。まあまあ、そんなわけないか。こんな時代にトランプ大統領いないからな、まだね。これは、ここはもう用なさそうやな。外に出ようか。もうなんか寝とるな。泣いていたのは赤ちゃんです。あれ赤ちゃんなんや。こんなとこで楽器置いといたら、体裁は悪いぞ。体裁？お前わしをピンチにする気か。何やそれ。おぎゃおぎゃおぎゃ。なんか、この赤ちゃんあれやな。タタリロみたいな顔してたな、今。お前誰や、名前言え。おぎゃおぎゃ。タタリロそっくりやん、これ。タタリロの赤ちゃんやん、これ。ちょうちんと母ちゃん。取って何、取って。あかん、手がピンチや。なるほど。手がピンチなんや。そんなことしたら、ポリコマンに捕まるやんけ。なるほどね。そりゃそうやな。取ってないやろな、取って。ちょうちんと赤ちゃん、でも違うよな。お金。500円や。500円しか持ってないや。見る。このゲームって調べるっていうコマンドがないんですよね。見るとかなんだ、そんなってくるね。いつも見てるもんや。わし、胸、悪なりそうや。移動。中に入る。神社。金鶴や、金鶴がいている。お前何しとるんじゃ。ヤクザっぽいな、これ。チンピラっぽいな。話す。お前何しとるんじゃ。おっさん舐めとったらドタマから勝ち割るぞ。怖っ。怖いわ、こいつ、ほんま。ドタマ勝ち割るぞってね。頭勝ち割るぞってことなんですけどね。金や、金くれ。金出すな、おっさんや。早出せ。ね。まあ、こっちの方がちょっと若いんでしょうね。どつく。鳥黒メガネ。ほら、クソガキなんとか言え。やめてくれ、死んでまう。クソガキ？こんなおっさんに対してクソガキ？まあまあ、鉄の方が年上なんやろうけどね。いや、大阪独特のあれですよね。なんか、こう、考え方っていうかね。かぶするってやったら。これかぶってあれやもんね。トランプのことやんね。トランプはいるのと違うか。まあ、そりゃそうやな。
いやーちゃんや、どつって金もらおう。怖いこと言うな、この、鉄もな。ほら、クソガキなんとか言え。わしが悪いんや、許してくれ。おお。鉄の方が強かったんか。これ少ないですけど、どうぞ、400円。400円かよ。それでは、わしはこれで。あ、これででも、ここはこれでいいんやろね。パチンコ行けるんや。おばあさんの家。おばあさんの家行ってみるか。ちょうどええ、小遣いもらおう。お金もらうことしか考えてないのかい、おい。これあれなんかな、鉄のおじゅうたらじいさんってことなんかな、おじいさんってことかな。お父さんというかね。うん。お前、小遣いやったとこやろ。ああ、多分そうやね。お父さんってことやね、これね。お前何しとるんじゃ。火事でないから入られへんのや。どつく。ほら、クソガキなんとか言え。やめてくれ、死んでまう。つか、お父さんにクソガキはおかしいやろ。取ってなんやろな、取って。あ、いいや、パチンコ行こう。お、誰かいる。パチスロだけはわしを裏切れへんやろ。今日は出血大サービスやで。あ、店員かこれ。打ち止めなしほんまやでって書いてある。お前何しとるんじゃ。営業妨害はえらい目に遭うど。おい、ガキ食いもんあるか。何でもありますぜ。あー、そう、パチンコ屋の、まあ、あれか、景品に何でもあるっていう意味なんでしょうね、多分ね。入れるんかな、これ。中に入る。おい、コインくれるか。お金がないのに。あら、追い出されたやん、俺。パチスロだけはわしを裏切る。今日は出血剤食べて。追い出されたね、勝手に。これは、やな、同じこと言ってるな。おばあさんの家、おばあさんの家か。まあ、いいが、自分の家やもんね、これね。自分の家、実家ってことやもんね。パチンコ、もう一通り行ったね。一通り行ったしな。泣いていたのは赤ちゃんです。ガキ置いといたら、これをなんとかするって感じなんかな、この赤ん坊ね。物持ってんのか、なんか。何も持ってないんや、持ってないやんけ。まあ、とりあえず、これで、ちょっとね、迷宮入りになってきたんで、セーブして、次の章行こう。次の章というか、次のとこやろう。はい。3の2のパスワードはちょっとないらしいんでね、3の3のパスワードでいきますね。だからちょっとだいぶ進んだ状態になるのかな。ぐるん。あ。まあ、このゲームを一通りちょっとね、適当に楽しむっていう感じでやってるだけなんで。世界観をね、ちょっとこう楽しむぐらいの感じで やらせてもらってるんでね。ゆ。これはあれですね、3の3ですね。これも鉄の話ですよね。久しぶりのすがすがしい朝やんけ。今日からは思いっきり稼ぐど。誰もいないな、これ。これ中入れるんか。中入る。あれをかぶする相手探そうか。手が震えとる。誰もいないか。あ、扇風機ある。これ取るってことか。アホか、わし完全にボロ儲けやんけ。これでもういいんちゃうのかな。
外出るか。おお、なんかまたいるぞ。柄悪い兄ちゃんというか、これヤンキーやろね。トランプも手に入ったし、株やらなあかん。株は博打のホームラン王、ホームラン王やからな。話す。カルメラの1号、カルメラ2号、カルメラ？ヤンキーなんやろね、これ。わしら、競馬で100万円儲けたんや。すげえな。何ニコニコしとるんや。ニコニコしてないやろ。わしら投稿、わしらとうとうやったんや。店出せるんや。店出せるんや。あ、そうか。100万儲けたから店出せるいう話か。兄貴がやったんや。兄貴なんや。この二人兄弟なんやね。カルメラ2号。何がニコニコしとるんや。兄貴がやったんや。同じこと言わへんやんか。ニコニコはしてないけどな。どつく。調子のないでどついたらいいね。どついたったらいいね。ほら、クソだけなんとか言え。いきなり恐ろしいな、てっちゃん。あ、知り合いなんや、一応。つうか、年上に向かっててっちゃんって慣れ慣れしいクソガキどもやな、これ。同じことしか言わない、俺。話す。どつく、こっちどついた、こっちね。いきなり恐ろしいな、てっちゃん。どっちも同じことしか言わないな。あれ？こっちもどついたっけ？あ、同じやな。かぶするって言ったらどうなるんやろ。こんなやつとやってもおもろないぞ。そうか。じゃ、ここはもういいな。あ、これもう移動できないの？他のところに。見せる。あれ？ちょっと待って。え？見せるでなんでこの二人を見せるってこと？あ、そういうことか。トランプ、かりんと、扇風機。これ見てなんか言うてみ。100万円や。1万円が100枚や。そうか。全然関係ない答えが返ってきた。あ、同じこととか言わへんのか。これ中入る、ここしか行けないんや。取る。どついても意味ない。これ、取っていうのはないんやろうね、これ。あ、取ってあれか。ドアの戸のことか。多分ね。うん。これのことやね。これが戸やね。どつく、話す、見せる、か、渡す。100万円や、1万円が100万円や。もうそれしか言わないな。これ次の人行きましょう。ちょっともういきなり迷宮入りやから。はい。次の章というか、まあ次のね、最後のパスワードですね。はい。第3章の最後のところやりますね。ここはね、このパスワードはなぜか、この最初だけはね、空欄らしいんですよね。ちゃと、く、はた、とくはたうすら、最終章ですね。これ最後ですね。もう最後の章ですね、これ。3の4ですね。もう1時間ぐらいになってきましたからね。ちょうどいいぐらいですね。ここどこじゃ、なんや、わしの家やんけ。そうか、金も儲けすぎて気を失ったんや。そうなんや。そうや、ポケットには金が、ない。
た自分の家から始まるのか。これ移動。誰かいるんかな。そう、わしの金どこ行ったんじゃ。誰もいないな。間違えた。移動、外に出る。シエもヨシエもおらんがな、どこ行ったんや。まあ一応ね、家出したことになってるけど、また戻ってきたっていうことになるのかな、これはね。他行けるかな。うわ、めっちゃ行けるやん。おばあはんの家、自分の実家か。そばばもクソジジもどこ行ったんや。クソジジ、クソジジか。お前クソジジってあんま言わないよな。あ、クソジジって言うか。言うな、言うわ。誰もいないなら、これしょうがないよね。お好み焼き屋、誰もいないんや。ヘルクラブって何や。人生は博打だ。一発当てよう。行くところ誰もおらんねんや。西萩駅。あ、猫がいる。気ぃつけんと猫は人間と違うからな。これさっきのあれですよね。ジュニアとかいうやつよね。ニャーニャー。あれ？そうか。おお、ションベン飛ばしよった。でもこれでいいのかな。これでちょっと進んだのかな。お好み焼き、花井の家。いる。植木鉢もまたね。これあれですよね。この人の落書きですよね。うん。誰もいないんやな、基本的に。正月の会どこ行ったんや。誰もいないとあれやな。知恵の家、ばあさんの家、この家、花井の家、ヘルクラブ。中に入る？これ中にどこに行くんや、これ。あ、そういうことか、公園か。そう、なんで猫しかおらんのじゃ。確かにそうやな。にゃーにゃー。そうか、基本的にあの会話はできないもんね。確かに。動物やから相手は。そう、わしの金どこ行ったんじゃ。見る。持ち物。何持ってんのやろ。わし何も持ってない。持ってないのか。誰もいないしな。入れないもんね、この中もね。入るっていうコマンドないもんな。何したらいいんやろ。案内板。左に行くと迷子になりそうや。電話ボックス。見ても退屈なだけや。手がピンチだ。なんもなさそうやな。あ、中入れるこれ。あ、これか。これはみんな西萩から夜逃げしたんか。やっと人が出てきましたね。話す。金や金くれ。それしか言わへんのか。お金なんないとダメです。お前何しとるんじゃ。何ですか。そらそうやな。だってこの人は仕事してるわけやから、切符売り場でね。何しとるんじゃ言われてもな。どっつく駅員。ほら、靴だけなんとか言え。何ですか。ビビってないしな、俺。どっつく。
自動販売機、赤字がピッチや。この人と被してもしょうがないもんな。もしかしてトランプがいるのと違うか。意味なさそうやな。おばあかんの家、お好み焼き屋、誰もいないもんな。入れないもんね。入れないな。入れないよな。やっぱ入れないよな、ここも。やっぱ入る。あった。そう、花江のアホもおらんやんけ。アホか。張り紙。実、わしらはお前の金で、白浜で楽しんどる。お前もすぐ来い。肩骨。白浜？白浜のとこ行けるんかな？白浜。白浜ないな。駅から行けるんかな。お金がないとね。こっから白浜行けないもんな。バスがあるからね。まあちょっとね、迷宮入りしてきましたんでね、今日はこんなとこですね。はい、これセーブしとくかな。 7つもセーブしてる。各章ごとにセーブしてるからね。はい、まあまあ大体ね、このゲームがどんなゲームかっていうのは大体これでね、分かったと思うんですよね。僕も久しぶりにね、このゲームの世界観をね、楽しむためにやってたんですけど、ね、久しぶりに楽しむことができましたね。はい。はい、こんな感じですね。今回これでね、終わりということで、ね、これでまた終わらせていただきたいと思いますんで、ご視聴ありがとうございました。YouTube もしくは、ニコニコ動画のね、チャンネル登録を、お願いいたします。以上です。